やっぱ結果にはね、こだわってやってもらわないと、後々が怖いなっていう感じですよね。はい。次のセレッソ戦では、どういったところに注目すればいいですかね。まずは、まあ、やはり攻撃的な守備っていう部分でいくと、少しマリノス戦では前線からの守備圧っていうのは少しこう落ちてしまった部分はあったと思うので、まあ、そういった部分では、まあ、ホームだというのもあるので、まあ、勇気を持ってどんどんこう前線からの圧っていう限定をかけながら高い位置でボールを回収するっていうのをどれだけ回数を増やせるかっていうところ、そこだと思いますね。で、それをもし相手が嫌がってくれて長いボールになれば、センターバックのところでしっかりとボールを弾き返すことができると思いますし、より相手をレッズのゴールから遠ざけたところでゲームが長く行われることができると思うんですね。なので、まあ、そういった時間をどれだけ長くできるかっていうとこだと思いますけどね。まずそのシーズン通して自分たちがやりたいようなサッカーが